5コーナーって第7レーススタートいたしました。最内から1番の豊岡彩子か、最外の7番車の島田由里、あるいは中コースから2番の松尾、さらには5番の猪子あたりも出ていきますか。1番の豊岡彩子がまずはペーサーとの距離を詰めていきそうです。2番の松尾智香が2番手にいて、5番車猪子真美が3番手、猪子は当日 3.77 から 3.71 へとギアを変えました。ここで3番の林真奈美が位置を上げていきます。林が3番手、5番猪子は4番手と変わって、5番手が人気の中心4番の小玉葵です。6番の田中瑠奈が真後ろにいまして6番手、そして最後尾7番の島田由里、これで一列棒状となりました。レースは2周回目と入ります。注目4番の小玉葵、昨日の競争はどうせずまくって貫禄の走り、ゴールは2着以降引き離しております。その その小玉と同門の3番の林が初手は3番手です。1周かけての個人タイム12秒4の3着でありました。さあバック戦から3コーナーへと向かっていきます。今のところポジショニング変わりなく、先頭位置はスタートを取り出した1番の豊岡です。6番車の田中が初手のポジションで小玉の後ろを折りまして6番手、昨日の競争では先に動いた地元山口の抵抗をしのいでの2着でもありました。さあ周回重ねていきまして、残り2周、赤番の1コーナーから2コーナーへとゆっくり向かっていきます。3番の林が心持ち前と車間を切りましたでしょうか、2コーナーからバックへと向かっていく。3番林の真後ろには5番の猪子がいて、ただいま猪子は4番手。さあ鐘が入りました。ペーサーが待機しまして、2センターから4コーナーへと向かうところ、3番の林がちらりちらりと後ろの出方を伺っている。さあ後続に動きはなく、1番の豊岡がそのまま前受けから先行体制と入ります。さあ4番の小玉は空いた内のコースを上がっていきます。現在は4番手、そして3番手林の懐、さらに内をインまくりのようにして攻め上がっていく。1番の豊岡はキュッと締めまして現在は先頭、しかしながら番手は単独でキープの4番の児玉、その後ろには3番の林、さらには6番の田中と続いて2センターから4コーナー、1番豊岡も粘っていますが、まずは4番の児玉追い、2着3番の林と4番3番、3着1番の豊岡です。第7レース LQ ガールズ予選の2の2組目、4番の児玉、空いたコース内をスル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 と上がっていきまして、インまくりのようにして2番手まで追い上げて、1番のかける豊岡をしっかりと捉えていきました。うまくこの展開に対応したのが同門3番の林真奈美、4番の児玉、3番の林、4番3番、そして1番の豊岡も前受けから逃がされて3着粘っての好レースでありました。決定までしばらくお待ちください。第7レースでした。